安浦漁港で防波堤となった2隻の竹友丸竹友丸は第二次世界大戦中の日本で戦時標準戦 E 型に準じてコンクリート船として巡航した第日本帝国海軍所属の貨物船で EC 型戦時標準船とも呼ばれる同型船は4隻が建造されたが2隻の船体が広島県呉市安浦町の安浦漁港の防波堤として現存する 本校は、竹友丸に先立って建造されたコンクリート製、非営光輸送船も記述する。木材や金属ではなく、セメントで作られる、いわゆるコンクリート船は19世紀中頃に誕生し、第一次世界大戦中に技術が発展して1920年前後に、大西洋を横断可能な公用性を有する、大型船が出現した。コンクリート船は、 通常の船舶と異なり、耐水性、水密性に優れるが、大量の型枠用木材など費用は、鉱材船の2倍を要し、建造は、コンクリートの性質上陶器でも温暖な地域に限定され、鉱材船の代用品でしかなかった。戦時耐性下の日本は、輸送手段の貨物船も造船用鉱材も極度に不足していた。 マイル海軍交渉造船設計主任であった、林国夫技術中佐は、貨物船を鉄筋コンクリート船とすることが、鉱材節約になると考え、その建造を決意。基礎研究を終えた林は施策として、鉄筋コンクリート製浮き桟橋建造を愚心して、中央の同意を得た。 試作は成功し、その結果鉄筋コンクリート貨物船建造の内諾を得た林は、総トン数800トン、機関出力750馬力、計画速力9.5ノット等とする貨物船の設計を行い、その設計通りで、管制本部の承認を得た。また、林は海軍に協力を申し出ていた、大阪の何和公務所社長の竹地翔二郎と会い、当初は、 鉄筋コンクリート製貨物船に否定的であった、竹地を説得して、協力を得た。建造地は1943年3月に、兵庫県南郡、曽根町の塩田跡を建造所とすることが決まった。同地の竹地造船所で建造された、鉄筋コンクリート貨物船の偽装は、岡山県玉野市の三井造船玉野で行われた。 本船は EC 型戦時標準船と呼ばれ、800相トン、航海速力7ノットの貨物船として建造された。外観は1番戦争と2番戦争の間に、マストが建てられていたこと以外は 2E 型、戦時標準船そのままの船型だった。竹と丸はいずれも、海軍輸送船として引き渡された。第一竹と丸が1944年8月に、 竣工し、さらに五隻が着工したが、終戦までにはそのうち二隻しか収益せず、一隻は偽装完了したところで終戦となった。主に石炭や、成功原料、雑貨輸送に利用され、瀬戸内海を中心に一部は南方へ航海した。第三竹友丸は1945年7月10日に、瀬戸内海の小豆島沖で植来して沈没し、 第四竹と丸は9月17日に神戸沖で台風で座礁した後に廃戦となり終戦後は第1と第2の2隻が残存した EC 型戦時標準戦に先立ちエンジンなどの自走機関を持たないコンクリート製、非栄光輸送船が1943年に5隻建造されたこれらは円筒状の船体に船首がつき 船尾を切り妻まにした船型で満載状態で船体は海面下に潜り船首部分だけが海上に現れた。コンクリート製非栄光輸送船はすべてがクレチンジュフに引き渡されたものの栄光時の速力低下を懸念され有効に使用されないまま各地で浮きタンク代用として使用された。鉄筋コンクリート製の船体は鉱材船に比べて自重が 若干重く、最下重量は940トンと少ない欠点があった。1945年5月24日に第二竹智丸が関門海峡を航行中、へさき東大付近で米軍が瀬戸内海に付設した機雷に触雷したが、被害は昇波と警備で郊材線に劣らなかった。船体のコンクリート断面厚さは喫水線以上で12センチメートル。 それ以下は13から 18cm と厚みを増し、船底部は 25cm であった。コンクリートの配合は、溶石比で、セメント1、砂1.5、砂利3都市、一般の鉄筋コンクリートの標準配合1、2、4に比して、船舶用に特別仕様で配合された。セメントは、大阪洋業セメント会社の普通ポルトランドセメント。 砂利はイボ川下流のものをそれぞれ用い、砂は海砂の可能性が高い。船体外側にわずかに残る黒っぽい物質から防水を兼ねてアスファルトが塗装されていた可能性が高い。船首は衝突による破損防止のため後半の被覆で強化されている。コンクリート製非栄光輸送船と異なり、 三井造船玉の製の750馬力ディーゼルエンジンが、機関部に装備され、自力航行が可能であった。第一竹智丸は、エンジン故障で、呉市警小屋付近で放置され、第二竹智丸は、使用可能で、大阪商船が払い下げを受けたがまもなく、廃線となった。呉の安浦漁港は、防波堤がなく、1945年9月の、 枕崎台風などの台風で漁船などがたびたび被害を被り、安浦漁協は県に防波堤設置を陳情したが、漁港沖合は海底の地盤が軟弱なために、当時の土木技術で建設費用が膨大と県は難色を示し、大安で、呉れ港の第一竹とも丸と大阪港の第二竹とも丸の2隻を防波堤として転用することになった。 1947年に大倉省から船体の払い下げを受け、1949年に基礎工事を開始した。海底の泥を浚渫して、育ちんしょうを0.9メートル、地間差を1.6メートル時期、第1竹と丸と第2竹と丸の船尾同士をつなげて、位置を決め、スクリューシャフトを抜き、船体底部数箇所に穴を開けて、 海水を船内に入れて満潮時に沈折し、船体両側に捨て石を置くなどして、船体を固定して1950年2月に完成した。沈設当時の2隻は、上部構造物がほぼそのまま残されていたが、朝鮮特需で、スクラップ価格が高騰した時期に、金属製構造物の大半は持ち去られて、コンクリート船体のみとなり、 選手部の怒り巻き上げ部付近にコンクリート埋め込み、金具などが、わずかに残存する。溶接後から非塾連行の作業が伺われ、当時の銀労動員者もしくは、学徒の手によると推測される。現在、陸側の第一武友丸は、陳設から60年以上を経て、主に選手部が、甲板まで沈下しているが、沖側の第二武智丸は、ほぼ陳設当時の位置にあり、 選手下限に白く対処されていた鮮明の第一竹智丸は塗料が剥落して判読しがたい。現地は史跡としても保存しており、漁港の駐車場から第二竹智丸の先に設置された防波、包みただしの灯台まで通路が設けられて、第一、第二竹智丸の船体構造を見られるが、風化が進行している箇所がある。 コンクリート製非栄光輸送船は、戦後に、呉海軍交渉で係留されていた一石が、広島県温度町に払い下げられ、1953年に、坪井漁港の防波堤として、陳設されて現存する。山口県笠戸島の岸に打ち上げられた一石は、船体前半部が失われて、後半部のみが残存する。脅威の鉄筋コンクリート船団航改前市。 二百八十三ページ、脅威の鉄筋コンクリート先段公開前詞。八十四ページ、脅威の鉄筋コンクリート先段公開前詞。八十四から二百八十五ページ、脅威の鉄筋コンクリート先段公開前詞。八十五ページ、脅威の鉄筋コンクリート先段公開前詞。八十六ページ。 脅威の鉄筋コンクリート船団公開前紙286から287ページ、脅威の鉄筋コンクリート船団公開前紙287ページ、同時期に、水戸口湾沖に大量に、海中投棄された鉄兜と銃剣、重剣終戦直前に、P38 により撃墜されて、水深10メートルの海底に沈んでいた二式水泉も、引き上げられた。 ありがとうございます。